わが町和歌山。この番組はみんなに教えたくなる和歌山市の魅力を発信します。今回はアジサイが見ごろとなっている和歌山市森林公園を紹介します。和歌山市の加太地区に広がる和歌山市森林公園は昭和59年に開園しました。森林公園は和歌山市が所管する137ヘクタールもの広大な敷地を有する自然豊かな公園です。この季節に楽しめるアジサイ園や大きな恐竜のオブジェがあるちびっこ広場、新緑の中でハイキングを楽しむことができる散策路、和歌山市内はもちろん友ヶ島や淡路島、関西国際空港までもが見下ろせる展望台などがあります。若野さんのお話にあったアジサイ園がこちら。5月末頃から青やピンクなど様々に色づき始めました。17年前の平成19年からこれまでに9000株のアジサイが地域の人たちによって植樹されました。毎年2月から3月にかけて地域の人たちで作る加太観光協会と加太地域活性化協議会が参加者を募って加太植樹祭を行ってきました。残念ながらここ2年間は新型コロナウイルス感染症の影響でイベントが中止され、関係者のみで植樹活動を行いました。活動のきっかけは加太の海を守ることだったそうです。加太といえば漁業が盛んで、加太の一本釣りマダイは全国的にも有名です。豊かな海を作るためには森林が必要不可欠です。森林を整備して豊かな海を守ろうという活動、海と山の加太プロジェクトの一環として、このように森林公園でのアジサイの植樹が行われるようになりました。アジサイ園の近くにあるちびっこ広場では、恐竜や等身大の動物たちのオブジェが訪れる人たちを迎えます。森林公園のほぼ中央には、公園内の散策路を示す案内板があります。ここから展望デッキのある山頂広場を目指しましょう。山頂広場に続く散策路は複数あります。初夏には新緑、秋になれば色づくもみじが散策路沿いで楽しめます。広場には東屋や展望デッキが整備されていて、晴れた日には紀淡海峡の向こう淡路島も見ることができます。アジサイは6月下旬頃まで楽しめます。森林公園に自家用車でお越しの場合は無料の駐車場がありますのでご利用ください。森林公園は四季折々の楽しみがあります。ぜひお越しください。最後に新型コロナウイルス感染症対策について市民の皆さんにお願いです。安全な生活、安全な外出を心がけてください。ワクチン接種後も引き続きマスク着用などの対策をお願いします。症状が出た場合は通勤通学を控え、すぐに医療機関を受診しましょう。